毎回ドラマの裏側をいろいろとご紹介していく裏六本木クラス第5弾となる今回も、平手友梨奈さん、早乙女太一さんも一緒に参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。今回もスタッフからのタレコミトークをお届け。果たしてどんなタレコミが届いているのでしょうか。田村監督から早乙女さんに関するタレコミです。早乙女さんが出した NG がものすごく優雅っぽかったので、そのまま使わせてもらいました。え、おこれは早乙女さん、どのシーンか、なんだろう、ご自身で何かありますか。いや、全くわからないです。なんだろう、え、そのまま。ヒント第3話です。わかった俺。あ、竹内さん、確かその現場に多分田村監督、なんかそのなんかね、太一くんのなんか、はい、間違えたのか忘れたのか分かんないけど、その微妙なやつがすげえ喜んでたお三方はいらっしゃいましたね。荒木さん以外多分そこの現場にだと思うので、一応じゃあそちらの証拠の VTR もありますんで見てみましょう。お疲れ様です。懐かしく感じるな。懐かしい。宮部新たびっくりだった。さあ、このシーンなんですけども、本当にあの新ただと名前が出てこなかったんじゃないかというのと、はい、あのお芝居で本当に久しぶりに会って、ちょっとわざとらしく誰だっけみたいなお芝居なのか、これ佐藤さんどっちだと。僕ね、忘れちゃったというか、はい、古田新たが出てきちゃったんですよ。なるほど。全く違う人物ですよ。そうなんですよね。古田さんが出てきちゃって、いや古田さんじゃない、古田さんじゃない、違う違う違う。あれカットもうちょっと長かったんですよ。長かったです。確かもうちょっと切られてるんですけど、でももっと長かった、結構その間が確か。そのシーンのノーカット映像がこちら。宮部新た元気だった。そして OK の声がかかると、はい OK、 すいません、名前分かんなくなっちゃった。ごめんなさい。10年ぶりだから。その時は竹内さんは、あ、忘れた NG かなと思いながら芝居を続けたのか、それともちょっとリハと変えてきたな。いやいや、僕はこう思い出せないっていうのはわざと自分をバカにしてる芝居なんだなと捉えたんですよ。なるほど。じゃあ本当になんか宮部がね、古田さんが宮部なんだっけなっつって、そう出てこなかっちゃったんです。そうなんです。さすがにちょっとね、頭の中に古田さん出てきちゃって、ね、ちょっと真っ白になってきます。そういう、じゃあ本当に忘れて、でも監督からしたら、あれが本当竹内さん言うように、あのちょっといやらしい、あ、そう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 、憎たらしい感じの演出なのかなっていうふうに思ったということ。さらに、早乙女さんのもう一つタレコミがございます。タレコミだらけだな、もう。はい、美術振興の向井さんよりタレコミが届いております。早乙女さんは美術部が用意した袋閉じの雑誌を勝手にビリビリ破ってた。開け方がプロだった。これは、1話の雨の中で、あの病院の外でポテチを食べるシーンですね。あの新たに殴られる前ですね。そうなんです。でもそもそも、はい、なんでここにいるんだろうっていう感じだったんですよ、あの時。確かに土砂降りで、雨で外で。そうなんです、はい、でその、まあ、なぜいるかっていう理由が、あのエロ本を見たいから、人がいないところに人気を避けて、ちょっとエッチなもんだったんですね、あれは。そうそうです、っていう説明を受けたんで、はいはいはい、だったら開けてないと、開けてみてないとっていうことで開けてたんで、別に僕が本当に見たくて開けてたわけじゃないんですよ。いや、でもその袋閉じの上げ方がプロだったから。なかなかうまく開けれないですけどね。ね、普通はあんま慣れてないと。いや、もうやっぱビリビリにしたくなかったんで、ちょっと細かくちゃんと綺麗に見たいなって。こういう開け方だったんですか。はい、こういう、あの、こういう。なるほど。先ほどの警察署のシーンが竹内さんが一番好きなシーンらしいですけども、いや、なんかこの警察のシーンオンリーというよりは、はい、僕はこの3話の流れが好きで。あ、わかります。結果なんかこう新たのそういうこう、はい、内面のこうネガティブな部分に、うん、初めて葵がちょっとこう、そうですね、そこに感情移入するみたいな。あの出てってから、そうそうそう、葵が追っかけてきての
で龍河と やって、うん、で僕が去っていった最後の葵の寄りが好きなんです僕は。おお、そう細かく言うと。なるほど。皆さんなんかお気に入りのシーンとか今まで撮ったところでオンエアされてるとこでも、ないとこでもいい、なんかここ龍河ないの、全然喋ってないから今日、うん、まあ、遠いですしね、ちょっとあんま喋りづらいかな。かわいいな。僕は、うん、葵とバイクに乗ってるし、クランクインして3回目の撮影だったんですけど、一番幸せでした。なんか幸せだった。ずっと乗ってたかった。そこからこうどんどん下がっていっちゃうんで、なんか やめるっていう時に、店をやめようかと思って、宮部をやめるって言った時にそうしてくれるって葵に言われたのがすっごい切なくて悲しいなと思って。あそこ僕結構好きですね。アレクさんとかなんか印象的、自分がこのシーン好きだなみたいな。私はタマちゃんが飛んだシーンがすっごい印象的だなと思って、こんなとこで飛んだと思ってすごいなんか感動しました。そしたらそこでたまたま私の知り合いの方がその撮影に出くわしてたらしくって、はい、なんかすごかったって聞いて、あ、やっぱそうだな、私もその場で飛ぶとこ見たかったなって2話のね、うん、僕結構荒木さんで印象的なのはやっぱあのキスしようとして葵にこう茎を止められるところが。そうですね。平手さんは、まあ、たくさんあると思いますけど好きなシーンとかこのシーン好きだなみたいなのあります？好きな、私は自分全く関係ないんですけど、はい、あの長屋の、会長と龍河がこう何気ない会話とかで話しているときにふと出る、敬語じゃなくタメ口、本当に親子のような会話がなんかすごく好きですね。はい、と言ってますけど、いやそうそうか、タメ口使った後大体怒られてる、はい、すぐ怒られるね、リュウがちょっと調子がすぐ怒られちゃうあれ面白いですよね。そんな里江さんはお気に入りのシーンというのはありますか？だから僕はみんなのシーンを見てるのが好きです。羨ましいし、なんだろう、仲間がいたり、僕誰もいたりなんか孤独ですもんね。楽しそうだなって思いながら、いいなっていう。僕もう本当今日実際里見さんに会って安心しました。こいつ憎たらしいやつだってドラマ見ながらすごいいい方で良かったです。いや本当ですよね。さあ続いていきましょう。続いてはメイクの原田さんから鈴鹿さんに対する張り込みでございます。もう、はい、それしかないなって支度中に寝てしまったので無理やり頭を上げたところ頑張って起きようとして寄り目になっていましたこれはよくあることなんですか？うん、ありますね。もう疲れちゃうの？いや疲れてるんじゃなくて、こうなんか頭を触られてると眠たくなっちゃって。かわいいね頭を触られると眠たくなっちゃうの？はい、なんかあのこの宮部の撮影で、はい、その日も寝てたんですよ、メイク中に。で多分メイクさんももう起こしながらいろんな角度で多分こう髪の毛セットしてたから多分もう分かんなくなっちゃったんですよ、はい、なんかこうじゃあキャスターの皆さん入りますって言った時になんかキノコみたいになってました髪型違う、全然髪型が違くて繋がらないですよ。そう繋がらないですよ。キノコみたいな時来た時があった。ありましたね一回本当全然リュウジじゃない髪型になっちゃってメイクさんの責任になっちゃいますから。そう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 、僕のせいなんですけど。そうです、起きてないからいけないんですよいろんな角度いっちゃうとメイクさんもやりづらいんで。危なかった。あれで撮影するとこだったもんね、はい、みんなが突っ込まなかったちょっとザワザワしてましたけど、なんかあれリュウジじゃないみたいな出たけどキノコだったもんね、はい、さあこのメイクさんのタレコミによりますと鈴鹿さんはゆくゆくは鎌倉に住みたいというふうにおっしゃっていたということですけども、ね、はい、結構まだ若いのに、なんかもう将来を考えてのんびりしたいなっていう。なんかあんま都会が好きじゃない、なんか東京が苦手心配になるよ。岡山です。岡山、はい、あ、鎌倉は何度か行ったことがある？1回だけもう一目惚れしちゃった、はい、ここがいい、まあ、いいよね、はい、皆さんどっか住みたいなとかあります？将来的に。ロンドン、ロンドン。ロンドンかっこいい。ロンドン住みたい。お好きですね。街並みが好き。
私はヨーロッパ、スペインとかがいいですね。さとめさんは、なんか自然なところがいいですね。自然なところだったらどこでもいいかもしれない。やっぱ皆さんちょっと疲れすぎなんじゃないですか。もうちょっと適度に休んでください。坪倉さんないですかね。僕はでもハワイとかいいですね。沖縄もいいかなっていう感じです。そうですね、ハワイいいな。はい、というわけでございまして皆さん、以上スタッフさんからのタレコミでしたけども、いかがでしたでしょうか。鈴鹿さんいかがでしたか。いや、なんか気をつけます。いろいろ寝たり、はい、はい、大丈夫ですよ。さとみさん最後にです。いや、みんなの貴重な知らない面が見れて楽しかったです。よかった。僕もすごい新たなね、さとみさん見れてよかったです。確かに。ありがとうございました。というわけで以上、裏六本木プラススタッフからのタレコミ編でした。次回もお楽しみに。